立山つりぐです。メガバスの新作ジャークベイト X7 版プラス2が入荷してまいりましたので紹介いたします。ずらずらっと、でこれ初回のカラーの数実は14色あるんですけど、今回12色しか入ってきてません。これ見てください。3番のレーザーサトシンチアユっていうカラーと4番の GG ベイビーパーチっていうカラーが今届いておりません。うん、これメガバスに確認したらちょっと初回生産数ちょっと間に合わなかったらしくて、もう大人気でね、全国からの、ご注文で、まあうちには届かなかったみたいですね。リリースは始まってるみたいなんですけど、3番と4番どうなっちゃってるんですかね。うち届いてないですね。4番のね、 GG ベイビーパーチに関してはね、僕大好きなカラーなんで、前にもなんかの動画でね、ベイビーパーチとかパーチに関してね、釣ってる動画作ったんですけど、今回もね作ろうかなと思ってたら届かなかったですね。これですね、これは X7 版のベイビーパーチ、どうしちゃったんですかね。僕の動画見てくれた人が欲しいよっていう人が増えたんですかね、どうなんですかね。ちょっとまあそれは分かんないですけど、やっぱね、あと今他のルアーと同じようにこのファインアートに関しても生産数に対して、注文数がすごい多かったらしくて、うちにあるにはあるんですけど、注文した数が全て届いてる感じではないので、この3番4番とこのファインアートの13番14番に関してはご注文いただいてる方にはちょっとお待ちいただくか、場合によっては一部キャンセルで他のカラーをお届けするという形を取らせてもらおうかなと思っております。それと X7 版プラス2に関しては赤いラベルですね、これを目印に探してもらうといいかもしれませんね。X7 版緑色、プラスワンが水色なんで、はい、プラス2は赤です。はい、 X7 版と X7 版プラスワン、そして今回のプラス2並べてみました。サイズは一緒ですね。サイズも針も同じサイズなんですかね。リップの大きさが違う感じ。これが7版の GG ベイビーパーチ、これがファインアートのこれ白魚ですかね。でこちらが同時に出たプラスワンのこれ何カラーですかね、クラウンですかね、ウエスタンクラウンかな。でこれがマートタイガー、あとこれがプラス2のこれなんですか、 MGベジタブルってカラーだそうです。 MG ですから、なんだミラーゴーストかな、ゴーストなんでちょっと若干透けますね。ミラーとゴーストベジタブル、これ昔ねメガバスヤマハなんていうルアーがあったんですけど、あれでいわゆるティーザーレーザー LZ ティーザーみたいなね、あれですごいシーバス爆調したイメージがあるんで、僕これ今回いいなと思ってチョイスしてみました。こんな感じです、とにかくねこの X7 版プラス2に関してはもう注文してても届かないお店もたくさんあるとメガバスからは聞いてます。うちのお店はまだ入荷した方なんじゃないかな。もうね、気になってる方はもう即ゲットしちゃいましょう。欲しいから探してもね見当たらないことも多いかと思いますんで、X7 版プラス2どうでしょう。まだ若干ねお店の在庫もございますんで、探してる方は大急ぎでご注文待っております。以上です。